どうも、すでにウーロン茶をいっぱいやってます佐藤です。しばらくは日本撮りの予定です。なので、僕の視界の片隅に前回お送りした福岡の夢夢鳥がいます。食いすぎた、うますぎた、どうなってんだ夢夢鳥、止まらないじゃないか、うますぎるよ。もうだからこの第4回目を撮る合間にもう、ああダメだ、止まらない止まらないって言いながら食べてああもうこれで最後って言って蓋を閉じてもらって今そこに片付けてもらったんですけど、うますぎる、どうしたらいいんだ、ずっと食える、もう完全に気に入った俺は。というわけでね、今日のおつまみはね、こちらまたもや福岡博多の味山屋さんの明太いわしに、明太からし明太ね有名ですけども、それをいわしと煮込んじゃったっていうことなんですよ。確かにこれまあ煮たいわしの周りに粒々が、明太の粒々がたくさんいますね。はい、ああきっとこれ苦手な人は苦手でしょうね、こう見た目のこの粒々の集合した感じとても美味しそうなんですけど、苦手な人は苦手だと思うんでアップはちょっとやっておきます。福岡のアンテナショップはね、東京だと都内だと有楽町にあるそうなんで、まあ月1ぐらいで僕は今のところ夢夢鳥を買いに行くでしょうね。間違いないです、間違いないです。あの前の伊達のシュークリームは行かないのかって、いや地元のやつだから、そう地元のやつはさ確かに応援はしたいし食べていきたいけど、ぶっちゃけいつでも食えるこうまだ見ぬ美味をね僕は体験したいわけだよみんな。いやツイッターの方でもたくさんね教えてくれてありがとう、本当にありがとうございます。僕の本当に舌とお腹が喜びますよ、ありがとうございます。本当に美味しいものをね教えてくれるので、今日も美味しいといいな。じゃあ行ってます、今日も乾杯。こちら明太いわしにはゆうきさんからね、ゆうきさんから教えていただきました、ありがとうゆうきさんね。じゃあ早速開けます。じゃあおお、あーもう甘辛い、いわゆる甘露煮ってんですかね、あれに似た、ああもう美味しい匂いがしてますけれどもね、ちょっと失礼して、じゃあちょっと一尾取ってみましょう。ああもう完全にもう甘露煮ってやつですよね、これもうこれもきっと骨まで食えるやつとね、明太子がまんべんなくいますから、いただきます。うん、味が染みてる。でこの骨の食感ももちろんなんですけど、この明太のプチプチ感もありますね。うん、うまい、うまいが、これはあれだな、ご飯、白飯、完全にご飯、これはうまいね、これはうまい。これ1尾あったらさ、もう丼飯の半分これでいけちゃうよね。うまっ、福岡うまいね、福岡おいしい、おいしいよ福岡、福岡俺太っちゃうよ福岡、うまい、はうまい、幸せだ
うんめえこれ超うまい。ああうまい。なんだよ福岡美味しいじゃん。いやじゃあ前回に引き続きね募集した相談読んでいきましょう。まず、ガチャへの課金をある程度でやめられる方法を教えてください。課金制だね、まあね、もうソーシャルゲームはガチャがあってなんぼっていうところはあると思います。僕も、ビビたる金額ですがやっております。幾分ね、はい、なんですけどこれがさ、例えば SS レアとかさ、レアリティの高いものがね、10連で必ず出るっていうんだったらさ、出るまで愛を持って課金されたらいかがでしょうかと申し上げるんですが、その保証はないじゃん。ならね、上限決めな。月1万円とかさ、1万円じゃ出ないんですよ佐藤さんって言われても言わせてもらうよ。君が持ってるかどうかだと思うよ。お金をじゃなくて運を。そう、君がいかに引きの強い人かどうかによると思うよ。きついことを言うようだけど持ってないやつが10万100万かけようと出ねえ時は出ねえからね。いつまでもあると思うな親と金。本当だよ、お金は湯水のように湧いてこないからね。もちろんそのなんだろうな、課金の金額とかでさ、もしかしたら愛の代償を図る人たちっていうのは少なからずいるのかもしれないが、ぶっちゃけ金額じゃないと思うんだよね。1万円かけてさ、出ないときは出ないし、1000円でも出るときは出るじゃん。だから上限決めな。そう思う。形のないものをね追い求め続けるのも辛いと思うよ。身も蓋もないこと言うとデータだからさ、いやこういう仕事してるやつが何言ってんだって話もあるんですけど、ぶっちゃけなんだけど、やっぱりね趣味なんだよソシャゲって。義務とかにしちゃいけないと思うの。なんかそうやってさ、ああ出ない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 、もうやだってこう、まあね、その苦しみの先に出る喜びがあるという気持ちもわからんではない。その上で獲得するからこそ喜びも大きいのだと思うのだが、それでこう身を滅ぼしたりとかちょっと心がきつくなっちゃうんだったら、たる1万円いやって感じでやった方が僕はまだ精神衛生上いい気がします。俺もそれでやってるし、今月5000円だな、5000円でどうにか頼むって感じで、で出なきゃああ出なかったな残念また次回って思うし、出たらふうわラッキーって思うし、それぐらいの気持ちで楽しんだらいいんじゃないでしょうかと佐藤は思うのでした。はい、じゃあもう一つ、私は趣味で楽器を吹いて社会人吹奏楽団に所属しています。おすごいじゃない、すごいの。佐藤さんのイベントと演奏会のリハーサル日が重なってしまい、どっちを優先するのか悩んでいます。良きアドバイスをお願いします。吹奏楽団ということはチームなわけですよね。想像するにチームなんですよねきっと。
で、例えばじゃあ俺のイベントがある、まあ皆さんねそれぞれ大事なご用事とか社会人ですからお持ちである中、こうスケジュールを合わせて練習されてるんだと思うんですけれども、じゃあ仮にだよ、仮に俺が劇団に入っててさ、劇団に入ってて、しかも客演でその入れてもらってて、じゃあ佐藤さんいろいろお仕事兼ね合えると思うんですけど、こことこことここちょっと稽古入れるんで、すいませんちょっとご協力いただけませんかねっていうご相談を受けたとしようよ、俺が。で、あ、わかりました、ちょっとこの日はすいません、推しのライブがとはとても俺言えない。なんでかってチームプレーだからですよ、こういうものって。チームプレーだし、やっぱり人間同士のやることなんで、そういったちょっとしたことのなんかすれ違いとか、やり取りで信頼が深まったりすることもあれば、残念ながら、ちょっとなんでそういうことになっちゃうのってこう信用を失ってしまう場合もまあまああるわけです、きっと。だから俺が思うに、まあ、もちろんねこの方がその僕のイベントとリハーサルを天秤にかけて、うわどっち行こうかって悩んでいただいているのは、まあありがたいような申し訳ないようなこのないまぜになった気持ちですけれども、せめてねこの楽団さんの演奏会が終わるまでは、僕とかのイベントちょっと一回見送ってみてはいかがですかね。もちろん演奏会もイベントもその時一回だけのものだと思うんですけど、これに関してはもう他の人のね力が多分にあるわけですよ、吹奏楽団というチームプレーにおいては。あなたの音が一つないだけで、うーわここのあーやつあーどうなるんだろう本番とか、ここの音欲しかったけど今いないからしょうがないかって、まあみんな大人だからねきっと思ってくれるんだと思うんだけども、僕もまあ声優というこの人間同士の共同作業をね少なからず生業としている身から言わせていただくと、その自分のプライベートの都合のためにそのチームプレーの発表の場とか大事な時間をこうちょっと遅らせたりとかするのは、僕の場合はちょっとなんか引っかかるものがあるなって、きっとあなたも心のどっかで、じゃあリハーサル休んで俺のイベント来てももしかしたら心から楽しめないんじゃないかなって思います。大丈夫、俺とか声優さんとかイベントはね、その1回来れなかった人に対しても毎回来てくれる人に対しても同じ分だけ楽しい時間をお届けできるように頑張るので、また次の機会に顔出してください、絶対楽しくさせますからね。で、これ一個提案なんですけど、僕からね、この番組の感想、今日の放送どうだったかみたいな感想、これをですね、まあ、メールでもいいんですけど手紙でもいいんですけど、これもまたツイッターでちょっとツイートしてもらえたらなと思ってハッシュタグを考えました。まあいろいろちょっと候補あったんですけど、僕決めたんですよ、ハッシュタグシャープ佐藤さんあのねってやつ。佐藤さんは番組のロゴと同じように佐藤漢字さんカタカナね、シャープ漢字で佐藤カタカナさんひらがなであのね、ハッシュタグシャープ佐藤さんあのねで感想とかつぶやいてもらえると僕とかスタッフさんも拾いやすいんで助かりますので、一つよろしくお願いします。はーい、うまい、大丈夫、俺話長くない？なんかさ最近友達とかと飲んでても俺話長えなと思っちゃう時あるんだよね。なんかアプローチを変えて結局同じこと言ってんなみたいなことがあって、ちょっと最近はその心配してます。はい、だからちょっとタクちゃん話長いわって時は佐藤さんあのねってつぶやいて、タクちゃんちょっと話長いですみたいなやつ考えますんで、
対処いたしますので、よろしくお願いします。はい、というわけでね、今日もグラスが空になったことで、ここまでにしたいと思います。では、また見てくださいね。おやすみなさい。